得点数を絶対的に増やさないと、あの勝ち点というのが増えてこないので、まあ、それは当たり前の話ですが、そこをどうチームとして追求していくかだと思います。まず最初のこのセットプレーということになります。金森からファーサイドヘディングシュートはバーの上でした。惜しいシーンになりました。山岸のヘッドです。ちょっとレースとしては不注意なところですね、最初のセットプレーとしては。続きました小山津、そしてホセアマイボール、マテウサビオが持っていく中、山田が入っていますが、マテウサビオ自分で行く、自分で行ってシュートだ。ナイスキーパー、コーナーキックです。あの角度から狙っていきました、マテウサビオです。見やすいコースかなと思いますね。先頭から中へのボール、細谷右サイドに振っていきます。ここに片山、片山が持ち出して切り返して、まだ運んでいく、縦に持っていって細谷トラップからマイナスのボール、先頭入ってきましたが、ナイスブロックです。グローリー、細谷から左サイド先頭へ、中にまたサビが入っています。小山津が左上がっていきますが、使わずにシュートのみ、ナイスミドルですが惜しくも右、いやすごい弾道でしたけれども、いやちょっとブレてましたね、はい、ここでスペースがあったので全然自分で判断できる時間帯もありましたし、まあ打ってみようという意思になったんだと思いますね。決まればもう、あのクロス、マテウスサビオのクリアです。細谷がマイボール、そのまま自分で運んでいく、細谷が行く、逆サイドは先頭が空いている、ここはシュートだ。自分で運んでシュートまで行きました細谷です。ここは細谷、細谷シュートだ、キャッチをします。はい、惜しかったですね。湯沢から裏狙っているルキアン、ただまたおっと、佐々木ウッド、ちょっとこれがミスになりましたが、ルキアン、ルキアン中を見ながら、ここからシュートだ、また抜いた、ミスを見逃しませんでした。決め切りましたルキアン、均衡を破れました。 0-0 で流れていく中、この87分、ここからですね。そうですね、ちょっと迷ったんですがね、キーパーの方はね、まあ、ここでしっかりキーパーを見てまた抜いてっていうところがやっぱストライカーらしいなと思いますし、ちょっとこのキーパーのね判断ミスというかクリアミスがちょっともったいなかったですね。しかも時間帯が時間帯なのでかなり大きいですね。はい、そしてミクネというボールになりますが、ここは不幸、そしてここで長い笛が吹かれました。大きな拍手に包まれていますベスト電気スタジアムです。 0-0 で推移をする中、ルキアンの一発、